やっぱり人肌の滑らかさっていうのを大事にしたいなと思っていて、鉛筆になりました。白と黒、2色で表す無限の色彩。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家森山妃。子どもの頃から絵を描くことが好きだった彼女が行き着いた先は、白と黒2色の世界。油で色をたくさん使ってた時は、どちらかというとその生き物とか人のモチーフの描写というより、なんか色彩を使うことへの個人的な楽しさっていうところに引っ張られていたので、でも自分の本当に描きたいのは、そのモチーフをもっと細かく描いていくことが必要だと思ったんですけど、それで細密に鉛筆の方が描きやすいので、そっちに絞りましたね。はい。色の力に惑わされず描く黒白の世界。すごく透明感を大事にしたいなって思って、カラー写真を白黒にした感じではなくて、色をモノトーンのグレーから感じてほしいなと思って、肌色なら肌色の明るさとか影の色とか花の鮮やかさとかまで鉛筆の階調の中で感じていただきたいなと思っています。特に影の中の色っていうのがすごく大事だなって。光は紙の白を利用して残して描くんですけれど、実際鉛筆が乗っていくのは影の部分で、その影の中の細かい陰影とか透明感を濁らせないようにしていきたいなと思っています。白と黒、光と影が織りなす緻密な世界。そんな森山妃のブレイク前夜。結構自分の中でそれぞれのモチーフに物語というか意味合いがあって、この絵はこういう意味をつけようとか、こういう感じの絵にしたいっていうイメージがあって選んでいくんですけれど、全部をこう言い切ってしまわないことで、あ、これはこういう意味だよねってすぐわからないことで、より長く見てほしいというか、興味を持ってほしいところはあります。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト松枝悠希のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。